はい、お願いします。今日はライブスマートの第6回目の配信ということで、小田原と鎌倉で、通勤圏の移住を考えるっていうテーマで配信していきたいと思います。本日モデレーターを務めますカヤックリビングの藤代です。よろしくお願いします。ありがとうございます。一応ちょっとあの企画のご説明だけ簡単にさせていただくと、この企画自体はスマートっていうフェイスでやっている素敵な地域からスカウトが届くウェブサービスの、サービスの一環でやってまして、実際に地域に住んでいらっしゃる方からお話を聞きながら質問とかもいろいろしながらっていうライブ配信になってますので、ぜひ参加型で皆さんからも質問チャットでいただいたりとか、ビデオ通知いいよっていう方はビデオオンで参加していただけたらなと思います。でセミナーではなくってすごいライトな座談会形式なので、何でもお気軽にチャットにいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしたら早速ゲストの方ご紹介させていただければと思うんですけど、小田原市からは今日3名ゲストの方に来ていただいてます。簡単にちょっとどんなお仕事されてるかとか含めて自己紹介していただけたらと思うんですけど、じゃあ後藤さんからお願いできますか。急におとなしくなっちゃう。そうですね、後藤と申します。後藤達也です。はい、小田原にはですねちょうど1年前ぐらいに、音量大丈夫ですかね、1年前ぐらいに、移住してきました。はい、妻と今、4歳の子供と3人で、暮らしています。で普段は、都内の、秋葉原に本社があるんですけど、マモリオ株式会社という、スタートアップ企業で勤めています。新幹線通勤してます。なんで新幹線、正直縁もゆかりもない形で、ところで小田原、住んでますと。で子育て世代で、都内に新幹線で通ってるっていうような、感じなので、そのあたりも中心にお話できるかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。後藤さん、今日は鎌倉に負けないっておっしゃってたんで、小田原愛がすごい、すごい強い方。いいっすね。そうですね、それぐらいの、はい、小田原愛が望もうと思ってます、今日は。はい、よろしくお願いします。そしたら、横関さんお願いします。はい、横関です。移住してきたのは5年ぐらい前ですかね。あ、結構前ですね。結婚を機に移住して、奥さんの地元が小田原とか中井とかこっちの方なので、はい、それを機に移住してきたんですけど、僕自身全然興味なくって、この土地に、はい、興味なくってというか、知り合いもいないですし、地元は僕全然違うところなので、はい、縁もゆかりもなくって来たんですけど、当時は仕事がなくって、都内に通勤してたんですけど、新幹線ではなくて普通に電車で通勤してて、通勤するのめんどくさくなっちゃって今弊社サンユナイテッドですけども、小田原に支店を作っていただけるということで、入社しましてですね、今に至るんですけども、だから小田原に、仕事もありまして、本社は渋谷の方にあります。主に広告業界ですね。なので広告代理店として勤務してまして、はい、あとはいろいろやってるんで後ほど後ほどご紹介します。詳しく聞きますね。はい、サンユナイテッドの求人も募集してますもん。そういうのもありなの？そういう枠あり？チラッと、はい、後ほど興味、小田原でもし働きたいよっていう方がいらっしゃれば後ほどつながって黒木に移住していただいて。ぜひ、はい、ゼッキーが一番小田原に対してツンデレなんで。そうですよね。結構ロックな言い方するんですけど。そうですね、今日はあれですよね、いいとこも悪いとこもどっちも本音でそれ肌の、もう本当に悪いところ分かります。ちょっとじゃあ後ほどまた伺いますね。ありがとうございます。で、鍵和田さんお願いします。はい、鍵和田と申します。はい、僕はちょっとお二人とは少し違うんですが、移住というよりはどちらかというと U ターンで小田原に持っ
ってきたタイプで、正確には小田原の隣の町の松田町というところでずっと学生時代まで過ごして、で、就職とともに東京10年ぐらい住んでたんですが、子供が生まれるタイミングで奥さんと一緒に、奥さんも地元小田原の方だったので、小田原に一緒に戻ってきたっていう形で、今小田原に住み始めて3年ぐらいに。はい。で、仕事は今別台という住宅会社の、制作企画みたいなものをやってるんですが、もともとずっと、制作、グラフィックだったりウェブの制作っていう仕事をしておりまして、まあ、仕事はやはりなんかそういう種類の仕事をずっとこれからも続けたいなと思っているので、そういう意味ではやはり仕事を東京でしながら、なおかつ住みやすい、子育てがしやすい街ながらっていうところで、やっぱり地元がすごい、子供時代からやっぱり、好きな場所だったので、はい、東京でなかなか子育てするっていうイメージが湧かずに、まあそれが、家内との意見が一致したので、一緒に戻ってきたっていうような。はい、今は、毎日小田原の方から東京に通って、おります。ありがとうございます。オフィスがすごいおしゃれですもんね。なんかまさに都内通勤といいとこ取りっていう感じですよね。そういう風に見えるといいなと思ってありがとうございます。ちょっと U ターンっていう方も今日もしかしたら中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんで、その辺も後ほど伺えたらなと思います。でですね、鎌倉からは弊社の代表の松原が参加してまして、はい、鎌倉歴もう10年ぐらいですか？はい、10年です。はい、ちょっと簡単に、はい、お伝えしたいと思います。はい、鎌倉に住み始めて10年の、火薬事務で代表やってます松原です。私が鎌倉に住み始めたきっかけは、やはり私、親会社火薬っていう会社が鎌倉にありまして、そちらに長く勤めていて、それがきっかけで鎌倉に移住しました。で、今日のテーマ、通勤っていうテーマじゃないですか。うん、はい、で、私、鎌倉に会社もあるし、通勤してないじゃないかって思われるかもしれないけど、私、代表業と、あと、主な仕事が PR の仕事してるんですね。うん、そうすると、メディアの方とか、クライアントさんは皆さん、都内にいるから、かなりの頻度で、都内まで、通勤に近い形で、で、ノマドのように一日過ごすんですけど、はい、そういう生活をしているので、まあ、都内に行く時のあるあるとか、そういった話を今日できればいいかなと思っています。はい。で今日は、まあ、小田原市さんから3人で、鎌倉市が1人だから、私が鎌倉です、一応。まあ、一緒に遠距離通勤の話とかできればいいなと思っています。はい。はい、今、小田原の力が出てますね。そうですね、小田原市さんも参加していただいてます。ありがとうございます。ちょっと笑った。汗出てる。はい、ではちょっと今日はこんなメンバーで配信していけたらなと思うんですけど、私の方からちょっといくつか皆さんにご質問させていただけたらなと思うんですけど、今ちょっとお話の中で移住のきっかけとかちらっとお話伺ってたんですが、まあ、たくさんこう、なんていうか、候補地がある中で、なんで、まあ、小田原なのかとか、なんで鎌倉なのかっていう、その決め手になった部分とか、好きなところっていうのをちょっと伺えたらなと思うんですけど、後藤さんどうですか？今ちょっと気になってましたね。わかりました。あ、僕はですね、結構転勤族でいろんなところに住んでたりするんですけど、ちっちゃい時から、はい、高校生の時に群馬に住んでまして、はい、まあ、群馬も大好きなんですけれども、群馬って海ないんですよ。で、海なし県で山に囲まれていて、今は高速道路が通ったんでもっと早く行けるんですけど、当時は一番近い海で、茨城県の大洗海岸ってとこがありまして、はい、ここまでこうぐるーっと回っていって車で5時間ぐらいかかってたんですね。なのでもうもともとすごい海に憧れてまして、でいつかまあ引退した後とかに、まあ、奥さんと海辺でなんかゆっくり暮らせたらいいななんていうのは、まあ、将来の夢としてはずっと、まあ、10代20代の時から実はありまして、で
そうですね。で、まあ、なんですけど、うん、まあ、老後までちょっと我慢できなくなっちゃいまして、はい、上も住もうというところで、はい、うん、まあ、今回ちょっと鎌倉の道田原っていうところなんで、うん、まあ、あえてというかわざとじゃないんですけど、まあ、最初やっぱ鎌倉 見ましたよね。あ、そうなんですね。鎌倉を 見たんですけど、はい、やっぱり東京の仕事をやっぱ捨てられないというか、仕事はまず東京に、うん、あるっていう前提だったので、まあ、今回テーマもあると思うんですけど、うんうん、で僕あの東京から小田原っていうワンクッション横浜に住んでた時があって、うんうん、小田原の前が横浜なんですよ。その子供が生まれたぐらいから 3,4 年ぐらい住んでたんですけど、はい、もうその時点で結構通勤が辛くて、満員電車で東海道線に乗るのは結構辛くて、東海道線すごい混んでますよね。そうなんですよ。で独身の時は本当に会社のもう歩いていけるぐらいの距離にしか住んだことなかったんで、うん、結構しんどくて、鎌倉も見たんですけど、はい、さらにそこから遠くなるのはちょっと何だろうな、毎日は無理かななんて思っちゃいまして、はいはい、でそれでいろいろ探していくうちに、やっぱり新幹線が止まる小田原っていうのは、はい、これ来たぞと、はい、品川まで28分、すっごい近いですよね。もう近いじゃんみたいな、うん、ところで、まあ、ここはもう絶対もう負けないところなんですよ。新幹線最強説。そうですよね。他にもあるんです。他にも理由は、まあ、子育てしやすそうとかいろいろあるんですけど、うん、空気がいいとか人がね、あったかいとかいろいろあるんですけど、はい、きっかけと決め手の2つで言うと、うん、海と新幹線というところですか、ね、はい。まあ、一旦そんな感じ。それはね、負けちゃいますね。それは負けますね。負けますね。うん、でも鎌倉も好きなんで、はい、いやーこの前私東京に通うんだったら小田原かなと、うん、うん、近いですよ。この前私小田原から新幹線乗って品川行きました、打ち合わせ。そうですよね、あの後に2駅ですよ、2駅。そう、あっという間に電力品川終わりですから。めちゃめちゃ近いですね。近かった、はい、確かに。そこは大きいと思います。多分、都内の通勤考えてるんだったらもう、一押しですね。そうですね。特に品川とか東京から乗り換え、僕、秋葉原なんで、東京から2駅なんですけど、もう全然通えちゃいます。そうですよね。はい、そのあたり、品川の周りとか東京の周りだったら余計、水ありだなと思いますね。はい、横関さんはなんで小田原だったんですか？いや、特にないですね、僕は。はい。なんかもうさ、サッカーのさ、昔のサッカーのさ、なんかヒーローインタビューみたいな。昔の中田秀みたいな。なんか他の候補地とかあったんですか？あ、候補地というか、僕も一旦横浜に住んでて。あ、そうなんだ。で横浜から渋谷とか通ってたんですけど、うん、ラッシュがやっぱすごくて。うん、そうですよね。こっちから乗る東海道線よりも向こうはもうマックスな状態なんですよね、うんうん、あの混雑具合が、うん、なのでもう、具合悪くなりそうで、うん、本当に、はい、まあ、まあそれもあったんですけど、まあ本当に、まあ、あの奥さんの地元がこっちっていうのが本当一番でかくって、 はい、はい、あとはなんかあの小田原、ちょっといいこと言いますけど、うん、小田原の駅に降り立った時の空気感が、僕の地元川越と似てたんですよ。あー、川越、似てたんで、あの、まあでも小江戸とかいうところで比べちゃうと、まあ鎌倉も本当に近いのかなっていう感じがするんですけど、うんうん、まあ空気感が似ててフィーリングがあったっていうのもありますし、うん、あと通勤を考えたり、こう、まあ、賃貸ですけど、賃貸とかでこう物件を探したりするときで比較しても、やっぱり鎌倉ってどうしても通勤しづらいのかなと思って、都内とかに、うんうん、近いようでちょっと遠いみたいなところがあるかなと思うんですよね、その路線によると思うんですけど、うんうん、なんでそれだったら、まあ、東海道線一本で割と今上野まで出れちゃいますし、うん、普通に、まあ、通勤は必ず座れるし、一応。ああ、そうですね。しやすいのかなっていうところはありますかね。うん。うん、多分今よく言った方だと思います。
で駅で降りた時の空気感は似てたよ。川は俺分かんないけど、すごいでもその雰囲気とか空気感の良さみたいなのは、うん、パワー分かる、ね、分かる分かる、なんかグッとなんか上がるよね。ちょっとピッタルっぽくなっちゃうけど上がる入った時みたいな、分かる、はい、ね、なんか上がる、ね、上がるなんか、そうですね、なんか城下町独特のこう素敵な空気感がありますよね。そうなんですよ、もう、うん、あ、もう間違いないですもん。なんか鍵原さんはもともと U ターンでずっと住んでらっしゃったと思うんですけど、はい、あの小田原の好きなとこっていうか、やっぱり帰りたいなって思ったのはどういうところですか？そうですね、でも本音言ってしまうと、本当は小田原に帰ってくるの嫌で、最初は。そうなんです。そもそもやっぱり小田原って田舎だから嫌だなと思って東京出たんですよ。先ほど話してしまうと。で、今は、まあ、後付けなんですけど、やっぱりすごい子供育てて、小田原ってすごくいいなっていう、あの、行ける自然も歴史もたくさんありますし、美味しいご飯もあるし、はいはい、っていう、まあ、今思えば本当に良かったと思うんですけど、やっぱり移住っていうか U ターンで戻ってくる時は、うん、実は僕も最初鎌倉とか横浜でずっと探してたんですよ。皆さんじゃその辺検討するんですね。鎌倉に住んでるって言いたかったんです。鎌倉ブランドありますよね、なんかね。うん、やっぱ小田原になんか戻ってきてちょっとかっこ悪いなとか思ってたんですけど、はい、決め手はあの後藤さんとかとも似てるんですけど、はい、通勤のしやすさとあとやっぱ物価の安さ。ああ、物価。すごい決めて、僕鎌倉もいろいろ家見に行って、本当にあの住む場所は1年ぐらいずっといろんな土地探してたんですよ。はい、で、まあ、地元が小田原なんで、神奈川のどこかがいいなっていうのが一個絞ってたんですけど、はい、それこそ葉山から逗子から藤沢から鎌倉ってもうずっと見て歩いて、最終的に小田原戻って、はい、あ、もう小田原だらってなったのか、はい、あの、僕住宅会社で働いてるのもあるんですけど、はい、広い家に住んでたの、庭をちゃんと作って、戸建てに。はい、住んで、まあ、庭で子供と一緒に遊べるようにとか考えたときに、はいはい、やっぱりその条件に小田原だとすぐハマったっていうのがですね。あと駅から近いとか。で、その条件でそれこそ鎌倉で探したら絶対家建てられないなとかっていうのがあったので、うん、はい、まあ、そういうところで最初は選んだんですけど、まあ、結果すごく今生活しててよかったなって思うことが多いですね。まあ、それまたこの後お話できればと思うんですけど。うんうん、お家もやっぱりそうですよね。小田原で行ったら結構広いとこに住めるっていう感じですよね。そうなんです。もう鎌倉のほんと5分の1ぐらいで。そんなに違うの？本当に。そんなに。なんか、ありますね。ちょうど、あの、この後松原の、あのきっかけも聞こうかなと思ったんですけど、小田原の土地と、通勤のことをちょっと調べたんで、画面共有したいなと思うんですけど、これ見れますかね？映ってますか？ざっくり調べたんですけど、路線と、あと家賃相場、これが結構衝撃的で、路線相場、これもう負けてるじゃないですか、完全に。勝てる要素何もない。そうなんですよ、都内でだいたいまあ、ワンルームとかで8万とかしてたんで、その値段で、まあ、3LDK とか 4DK とか住めちゃうっていうのがもうすごい衝撃ですね。鎌倉結構やっぱりちょっと高めですね。ただまあアクセスは鎌倉も主要駅は割といいかなっていうのと、小田原は新宿とかも小田急線あるんで、結構いろんな駅には行きやすいかなと思いますね。なんでちょっと庭付きの家欲しいとか、大きいお家住みたいみたいな感じだったら、やっぱり小田原、おすすめですかね。松原さんは、鎌倉にした、こう、決め手っていうか、ここが好きみたいなところってありますか？いや、私は、まあ、きっかけは、カヤックに勤めてた。で、私も、職住、近接派で、まあ、会社の近くに住むって決めてたんですよね。だから、カヤックが鎌倉だったから決めたっていうところもあるんだけれども、うん、好きなところは、一番は、とにかく空が広い。鎌倉って京都と一緒で高い建物建てられないんですよ。
だから、全部建物が低くて、しかもお寺が結構広い敷地を持っているから、お寺の敷地内に一旦入ると、もう上は全部青空みたいな。だから、それが駅から徒歩もう5分ぐらいのとこにあるから、そこを鎌倉に帰ってきて、そこを歩きながら帰るのがすごくリフレッシュになる。確かに。それが決め手でしたね。あとは海と山、これ小田原も一緒だと思うんですけど、私富山の出身なので、海と山があるっていう環境で育ってて、それがすごくコンパクトにあるっていうのが、あの鎌倉がいいなと思った理由。確かに高い建物ないから、なんか外歩いててもすごい気持ちいいですよね、鎌倉って。みんな観光客だから、みんな観光客で、非日常で歩いてるわけですよ。だからみんなね、ワクワクして楽しそうなの。確かに。そうですね。なんかビジネスマンがいないから、自分もちょっと観光気分になってきますよね。働かなきゃいけないんですけど。なんで多分ランチに行くと、ちょっと帰りたくなくなっちゃいますよね、オフィスに。そのままどっか行きたいなってなっちゃうというか。まあでも、東京遠いのは本当に辛いですね。鎌倉本当に。なんかもう本音で話すと、私は都内通勤がとっても辛くて、はい、でどれだけ鎌倉で仕事を増やせるかっていうことにここ近年チャレンジしてなんか実際、辛いです鎌倉の通勤は都内行くときは辛くなってきちゃったグリーン車使ってますか？はい、使ってますグリーン車は座れます？グリーン車ならあ座れます。なんかね、後でこの辺り話そうと思ったんだけど、鎌倉は、はい、渋谷まで行くときと東京まで行くとき、とあと恵比寿新橋とグリーン車の値段が違うんですよ、はい、たった一駅なのに、なんか恵比寿新橋ラインまでは770円なんだけど、はいはい、そこを超えると980円に値上がりするんですよ。結構怖い。そう、鎌倉から都内通勤の人のあるあるは、都内の北鎌倉駅まで普通車に乗ってグリーン車に移動して故郷まで行くっていう、はいはい、そういう結構裏技ハックやってる人いっぱいいますね。北鎌倉からだったらそこもグリーン車は座れる。座れる、ずっと座れます、グリーン車は基本的に。小技ですね。なんかそういうのありますか、小田原は。ここからだったらなんか電車座れるとか、なんか小技みたいなの。もう電車座れますからね。基本的に座れますね、体が。全部し。帰りは逆に、大船までグリーンだったら安いなって。途中までから、大船とか、その茅ヶ崎ぐらいからもう人が降りてくんで、うんうん、後ろでも座れるようになるんですよね。じゃあそこまで頑張れば。そこまで頑張れば、僕も今日普通に普通車両で東京行ってますけど。全然、行きも帰りも座って帰ってきてます。それはいいですね。鎌倉は朝座れないですからね。そうですよね。逗子まで一駅みんな戻るんですよ。座るために。これきついな。始発。逗子始発。なるほど。そっか。じゃあきついですね。朝はそうですね。結構ぎゅうぎゅうですよね。僕も鎌倉を検討したときに、はい、それすごい聞いて、逗子とか鎌倉に住んでる諸先輩方にみんな逗子から乗ってくるから鎌倉ではもうすでに座れないっていうのを聞いて、はい、確かに終電もう分が悪いねみたいなのを思いました。帰りはどうですか、終電。結構皆さん飲んだりしてると思うんですけど。最悪っすえ、小田原で座れるじゃん。いやいや、逆はね、下りはいいんですよ。東京方面から帰ってくるときはいいんですけど、小田原から一個小田原の隣の駅に行くときの上り電車の終電が早いんですよ、めちゃくちゃ。上り？上りが。上り？早いんですよ。なんで上るの？小田原市の中にも何個か駅があるので、僕の最寄りはその小田原駅じゃないんですよね。隣の駅。
その終電がめっちゃ早い。それ確かにいつも言ってるね。11時10分に終電なんですよ。あ、結構早いですね。で歩くと40分かかるんで。だいぶ遠いですね。多分鍵屋君なら分かってくると思うんだけど。鍵屋さん、そうですよね。と、し、あの、青山ら辺でした。なんかアピールしないで、そういうこと。東京からの終電は割と。結構早いと思われがちなんですよ。飲んでると、うん、9時前ぐらいに電車大丈夫ってめっちゃ言われる。だいぶ田舎の発10時54分までありますから。ああ、結構ある。全然あります。うん、で、まあ、最悪、東海道、グリーン車、みたいな。ので、まあ、そこは全然、なんかあんまり、時間で、なんか、めちゃくちゃ早いな、みたいなのはないですね。仕事も別にそういう意味では、遅くまでもやれますし。うんうん、そこも結構決め手でした。9時ぐらいで帰んなきゃいけなくなっちゃうとちょっと厳しいですね。そうですよね。9時前まであるんで、はい、で、まあ今は東京から乗ってるんで東京始発なんで座れますし、基本はもう座れるし、うん、そんなに時間も無理せずって感じですかね。鍵原さんはどうですか？あ、でも同じですね。みんなからやっぱりすごい時間心配されるんですやっぱみんな心配されるんですね。普通に最後まで飲んでても帰れる。ただ、2位着くのが、新幹線乗り過ごすと本当に2時前とかになったんですけどね。遅くなっても大丈夫なら、その、飲んだテンションの2時間の電車が結構しんどいんですけど、遅くまでは飲んでられるっていう。そうですね。意外と。じゃあ終電の問題はなさそうですね。ないですね。なんか横関さんはもう通勤がちょっと嫌になって小田原をこう支店ごと誘致されたっていうふうに伺ったんですけど、はい、そうなんです、はい、最初はじゃあ通勤しててもう満員電車が嫌だなっていうところ。あ、嫌だなって思いましたね。逆に言うと小田原地元の人ってそれが当たり前らしいんですけど、うん、あの長距離通勤強いんですよね、みんな、うん、長時間電車全然大丈夫なんですよ。だから全然大丈夫ですみたいな、その状況やってるけどみたいな感じで言うんですけど、はい、嫌ですよ、普通普通の人はなくなって無駄な時間じゃないですか、移動時間って往復で4時間近くかかっちゃうんですよ、うんうん、ドアトゥードアで考えたら、うん、で、そんなストレス溜まるようななかったんで僕はですよね、はい、したくなかったので、はい、できれば近くで働きたいなっていうのもあったし、うん、あとそのこっちの方ってやっぱ人口が減ってるっていうのもあって、うん、でそれっていうのも結局仕事がないからみんな都内に流れてやっちゃうのかなっていうのがあったので、うん、まあ、そこでちょっとまあそんなにすごい協力できるわけじゃないですけど、まあ一人でも採用できたりとかっていうのができればいいなと思って、うん、そのまあ誘致したっていうのはあるんですけど、うんうん、ちょっと真面目な話しましたけどいや、いいんだよ、いいんだよ視点を誘致したってすごいよね。すごいですよね。すごい、うん、ここがサンユナイテッドさんなんですけど、小田原ブランド、うん、ね、そうなんです。やったんでしょ、自分が。自分やりました、ね、すごい。それ結構口説くの難しそうですよね。いや、まあ、あの仕事以外にも趣味でイベント企画とかしてるので、うんうん、地域活性化みたいなところ、はい、風な感じのやつをやってるんですけど、はい、あ、そのこと言うと怒られるかもしれないんだけど、それでいろいろイベントとかもやっていて、はい、そういうのもその弊社の方の代表とこう地域を盛り上げたいみたいなところ、地方を盛り上げたいみたいなところがニーズをマッチしたっていうのもあったので、うんうんうん、その一環で誘致したいっていうのを言っていて、それはもう全然すんなりとか、逆に、そうなんですね。感じです。地域系に興味がある会社とかだったら提案してみるのもありかなっていう感じですかね。全然ありじゃないですかね。うんうん、もうぜひぜひだと思いますよ、もう。みんなで小田原で小田原に誘致会社増えたら会社増えたらラッキー、いいですよね。カヤックもまあそういう理由で鎌倉本社にしていて、鎌倉でまああの町おこしみたいなことをやってるので、そうですよね、はい、
みんなの社員食堂を作ったりとか、うん、そういう地域活動をしながらっていうところは、うん、結構似てますね、うんうん、まあ、多分分かれますよね、通勤大丈夫な人と大丈夫じゃないパターンと。私も通勤嫌で、うん、あの職場を鎌倉に移したっていうタイプなんで、うん、去年までは通ってたんですけど、やっぱり長いなっていうのは、多分やってみてあの判断するのが良さそうですね、自分で通ってみて。そうですね、なんか多分小田原ぐらいの距離があると逆に旅行気分なんですよ、うん、通勤が、うんうん、今日は気分変えて、例えばロマンスカーで帰ろうとか、はいはい、ちょっと湘南ライナーで出勤するようになって、気分で帰ろうとか、電車で帰ろうとか、なんかちょっと旅行気分で、そういうのを味わい、いろんな気分転換をしながら帰れるっていうのが魅力かなと思います。でもあれ楽しい、一回僕ら3人で別のなんか移住セミナーで登壇させていただいたときに、はい、都内の交通会館、うん、有楽町でやった時に、まあ、ちょっと打ち上げしてから帰ったんで新幹線に着いて、うん、2人でグリーン車でね、レモンサワー飲みながら語りながらやるそうですね、やってますね、グリーン車2時間やる、時間もたっぷりある、時間もたっぷりあるから小田原の未来について熱く語るそれはね、鎌倉の人もやってますね。やってますね、社員時間。確かに、そこは楽しいかも。うん、グリーン車2次会と飲みに行く前に飲むっていうやつもありますね、都内に行くときに。あ、ゼロ次会？あ、そう、ゼロ次会やってくる。確かに。ゼロ次会もいいよね。確かに確かに。そこも楽しめるところかなと思います。皆さん結構、うん、ご家族いらっしゃると思うんですけど、奥様の反対とかはなかったんですか、後藤さんとか。ちょっと僕ですか、うん、違うとこがいいなとか。あったのかな、気づかなかっただけかな。いや、なかったですね。ちょうど、結構あるあるで、さっきの移住検討するとき、うん、鎌倉まず見るとかっていうのと一緒で、うんうん、旅行の時に箱根の経由地なんですよ、うん、鎌倉と箱根っていうのは結構キーワードなんですけど、うんうん、で、さっきの鎌倉もそうですけど、はい、きっかけはその箱根に行った時に、はい、たまたま立ち寄って、うん、で美味しい魚料理の店に行って、はい、みたいな感じで、あ、結構意外にいいねみたいな、意外にいいねみたいなのが、はいはいはい、多分あると思うんですけど、それで2人で子供生まれる前かな、うん、いや、子供までちっちゃい時かな、僕箱根の温泉旅行行った時に、うん、その第一印象がすごく良くて、うん、もう候補地に、うん、引っ越し先の、まあ大げさに言うと移住の、うん、候補地になったんで、うん、結構自然な流れでしたね、はい、うん、そっか、箱根行く時に通る、あ、登山の時とかロマンスカーもそうだしね、うんうん、あれ？なんだ、JR で来たってそう、別に全部そうか、そうですね、なので、うん、そこはありますかね、うん、なんか子育てっていうかファミリーが多いかなっていう印象もあったんですけど、やっぱり子育てしやすい環境だなって感じますか？そうなの？そうだと思います。僕が東京と比べちゃうとやっぱり、うん、保育園も入りやすいと思いますし、うん、あとはなんだろうな、これは特殊という、特殊な例というか、まあ、小田原ならではだと思うんですけど、はい、うん、一回、これ話していいのかな、うん、新幹線が止まっちゃって、はいはいはい、保育園間に合わなかった時があったんですよ、うん、で、ファミリーサポーター制度みたいな制度とかももちろんあるんですけど、たまたまいろいろこう、はい、突然すぎてこう会わなくて、うん、誰も迎えに行けなくなっちゃった時に、はい、僕は僕の家と海の間にかまぼこ通りっていうのがありまして、あ、はいはい、ここは老舗のかまぼこ屋さんの奥さんに迎えに行ってもらいました。たまたま、ね、子供同士が同級生で仲良くなっていて、はいはい、宣伝した方がいいな、うろこきさん、さんの田代さんはい、いただきまして、はい、迎えに行ってもらって、うん、ご飯も食べさせてもらった
みたいな。すごい。それはなんかその一般的なその子育てのしやすさみたいな、うん、質問の回答にはなってないかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、小田原ならではのエピソードだし、うん、すごくこう、うん、ね、人があったかいし、うんうん、そうですね、うん、まあそんなにその田舎すぎずなんですけど、うん、そういうまあ田舎のいいところが残っていて、うんうん、都会的なところもあるっていうのは小田原の良さですね、はい、いいとこ取りですよね。思いついてよかった今なんか松原さんも結構お裾分けっていうか ご近所付き合いが多いイメージがあるんですけど、うん、なんかお隣さん、そうですね、近くのおばあちゃんが黒豆にいたから食べてとか持って行ってくれたりとかなんかそういったことはありますね。でやっぱり顔が見えるっていうか、お隣さん、そのお隣さんだけじゃなくて、そのご近所の人たち、まあ、その区画ぐらい住んでる人たちはみんな顔が分かってる。今の小田原のお話もきっと、うん、誰か分からない人が迎えに来たら、うん、えって保育士さんも分かるんだけども、うんうん、まあ、保育園の方もなんとなく分かってて、うんうん、だからそれって子育てする環境としてはとっても安心、うんうんうん、いろんな人に囲まれて育つことできますからね。うん、そうですよね、うん、この辺りの、まあ、あるのかもしれないですけど、うんうん、なかなか難しそうだなっていう気は、うん、大都会にはできないから、うん、いや難しいですよ絶対って、うん、前はちょっと、うん、だってマンションでも分かんないですもんね。そうですよ ね、 そうですね、うん、隣の人の顔知らないみたいな時ありますからね、隣だと。そうそう、だから登録してある人しかね迎えに来ても渡せないとか、そういうルールがあったりしますからね、うんうん、僕マンションなんですけど、僕なんですけど、うんうん、結構その周りの地域の方の、まあ、なんかもう仲間ができたりとか、うん、もう友達、うん、もうまだ1年なんですけど、すごくよくしていただいてて、うん、本当に予想以上にこうオープンというか、受け入れるなっていう、まあ、移住とかっていうと結構そこ気になるところだと思う、うん、そうですよね、うん、すごいフラットだし皆さん、うん、それこそ影和田さんも横関さんもそうですけど、こうやって、うん、もう正直友達みたいな感じで、そうですよね、友達なんで本当そういうところはあります。人の温かさとか、うん、うん、鍵和田さんはどうですか、ご近所付き合いとかそういう横のつながりみたいなところは。そうですね、まず僕家の裏が畑持ってるおじいちゃんなんですけど取れるとすぐ大根取れたよとかあそういうのいいですね、周りのおじいちゃんはないんですけど、はい、何よりやっぱりそのどこ行っても混んでないですし、うん、一応湘南につながってる海があるんですけど、うんうん、海ってもう本当に地元の人しかいないっていうのは、もう半分プライベートビーチなんじゃないですか。本当そう、どこ行っても遊べますし、あとなんか車で行ける、まあこれちょっと車お持ちじゃない方はちょっと話変わってきちゃうんですけど、うん、車で行ける施設がすごい多くて、うんうん、どこ行っても駐車場もあって、しかもそんなに混んでないっていう、うん、僕保育園もいつも車で送り迎えしてるんですけど、保育園にもちゃんと駐車場があって、うん、へー、うん、で保育園ももうオーシャンビューの保育園なんですよ。いいなー、贅沢みたいな、なんかやっぱりすごいそういう意味では環境いいなとか、うん、いいなー、それそれいいですね。今小田原すごい惹かれてる、私私もちょっと今すごい、確かに保育園オーシャンビューもあるでしょうし、うちの子とかもう小田原城の敷地の公園とかで遊んだりとか、うん、贅沢いいなー、なんかいいですね、迎え行くと今日は海で遊んできましたみたいな書いてあって、すげえいいなとか思って、うん、それは東京にはできない。そうですよね、なんか自然がすぐ近くにあるっていいですよね、うん、なんかお休みの日は海行かれたりとか、どんな感じで過ごしてますか皆さん。海行きますね、そのさっき言った家から歩いてすぐのところにもすぐ出れる海があったりするんで。あ、じゃあ徒歩で行けるところ、はい、後藤さんとかもそうですよね、海近いですね。そうですね、僕も本当に立地で選んで海の本当目の前のたまたまあったんで、それで、はい、はい、住んでるんですけど、本当2分、うん、2分ぐらいですかね、え、すごい。そうだな、
そうだ、夢叶いましたって感じ。小田原のかっこいい。そうなんですよ。なのです、よく行きますよ、それ。もちろん。本当でも、地元の人がばっかりっていうか、うん、夏はそれなりに盛り上がりますけど、うんうん、冬とかたまに僕だけの時とかありますから、ね、本当にじゃあ、プライベートビーチですね。いや、本当そう。いや、これ冗談抜きでそうです、はい、そうなんですよ。それでいいのか悪いのかっていうのがあるかもしれないですけど、僕はすごい気に入ってます。うん、小田原の海ってなんかマリンスポーツできるんですか？サップとかサーフィンとか。うん、そうなんです。あのできますよ。あの小田原、うん、まあ、小田原の海も広いので、うん、できるところもありますね。うん、あの潜ったりとか、マリンスポーツできるところもあれば、釣り人ばっかり釣りもできますし、はい、釣りもできるんですね。できます、できます。だって漁港が近いもんね。そう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 。そのまま船出してくれて釣り行けたりもしますね。すごい。船いつも見えるもん。うん、そう、見える見える海で。あれ。釣り人すごいいるんですよ、本当に。僕も徒歩10分ぐらいなんですけど、海まで、はい、日の出を見ようかなとかって思って、たまに行ったりするんですけど、日の出もいいよね。行くと、あの真っ暗じゃないですか、最初、うん、真っ暗で、日が昇るまでって周り見えないんですけど、うん、日が昇ってくると、一人だけカメラ構えてて、周り釣り人なんですよ。何十人って。そうなんだ。そんな朝からやってる。朝からやってる。あ、でも初日の出は感動した。あ、小田原の日の出見れるんですね。あの海から上がってくるの見たんで、うんうん、あの初めてだったんで、あの引っ越してきて1年なんで、あ、はいはい、少しだったんで、うんうん、それは良かったですね、うん、家から2分で初日の出見れるってすごい贅沢ですよね。そうなんですよ。本当にあんま言うとね、あれだけど。いや、本当そうです、本当そうです。はい、ありがたいこと。すごいいいですね。さっきあのかまぼこ屋さんのお話ありましたけど、皆さんのおすすめ の, あの地域のお店とかってありますか？ここ行った方がいいよっていうところあれば。いや、ないっすね。なんで今日そんなドライブしてあげてるやん。一番あげてるやん、むしろ。いやいや、もうどこもすごく素敵で、決めがたい、フォローしてくださいみたいなお店なんですけど、あの、いや、なかなか難しいんですよ。結構いいお店いっぱいあって、小田原って逆に言うとチェーン店も多いんですけど、個人店が結構元気でやっていて、はい、いや本当にあのこだわっていて、まあ、美味しいお店とかもあるんですけど、ありすぎちゃうんで、もうぜひもうお越しの際はご案内しますので。なんかあんこが美味しいって残して、あ、書いてある。モリアのあんパン知ってますか？あー、美味しいですね。有名で、駅前のあんパンです。そう、美味しいですよ。はい、もうほんとちっちゃい頃から食べてます、僕は。昔からあるよね。なんかあります。意外におすすめしたいのが、あの、そういうご飯屋さんも美味しいんですけど、スーパーのクオリティがめちゃめちゃ高くて、はい、あ、高い。そうなんですよ。家、帰ってくるぐらいだと大体閉店間際なんで、あの、うん、と3点盛りの刺身が2、300円で売ってるんですけど。やばくないですか、それ。安すぎませんか。とか、なんか、ホルモンとかが多分結構有名で、小田原は。小田原で売ってるホルモンとかを買ってきて、うん、家で、家の庭で七輪で焼くっていうのが僕は。すごい、それ。え、鴨川スーパー？はい、来てください。七輪ホルモンやばいですね。それをなんか東京で七輪やったら多分通報されると思う。小田原全然大丈夫なんで。小田原で海から近い家だと駅が遠くて大変では、うん、いや、ね、これあれなんですよ、駅と海近いよね。あの逆に駅と海が近くて、はい、山側に行くほど遠いイメージです。そうなんですね。はい、なんで僕海まで徒歩10分ですけど、駅までも徒歩10分です。はい、あ、じゃあどっちも行ける。どっちも近いですし、うん、まあ、路線によってはもう本当駅の前。でもいい質問ですよね。そう思いますよね。海遠く、遠くね。確かに確かに。駅から海見える駅ありますもんね。海が見える駅も多数あるんで、だから。あるよね。鎌倉はどうですか？海、結構駅から歩けますっけ？うん、駅から由比ガ浜まで20分、25分。あ、じゃあちょっと遠いですね。で、江ノ電沿いに住めばね。うん、江ノ電
本当に住めばすぐ近くでもあるんだけど、もうそもそも江ノ電に乗らなきゃさらに行くそうですね、江ノ電はちょっと遠くなっちゃう。構図のあの景色はいいよね、駅の。うーん、僕は小田原駅なんですけど、小田原駅から海まではどれぐらい、15分って言っちゃうとちょっと近すぎ、15分ぐらい近いよ、だって、うん、あのこのオフィスからも見えますし、そうだよね、海は、一応駅があって城が10分弱ぐらいで、その先にあるんですよ。うん、その先にあることが知られてないんで、ちょっとプライベートブースですけどもうちょっと歩いたら海なんです、本当はお城に泊まっちゃうんですね。駅から海まで15分ぐらいで、途中に城があるみたいな感じなんで、あ、しかも新幹線通ってる駅なんで、結構珍しいよね、城と海と。そうですよね、なかなか、ね、山なんですよ。うん、そうですね、そんな感じ。構図はバイパスの下から海を見るのがおすすめ。そうなんですよ、うん、元の人間ならみんな行くところですね。あ、そうなんだ、へ、うん、なんか皆さんご質問あればチャットに全然ください。ください、もう何でも答えます。新幹線、そうね。でもスーパーがあのクオリティ高いのっていいですよね。あの生活するにはスーパーってすごい大事で、うん、なんか鎌倉どっちかって言ったらスーパーちょっと少ない、物価高めかなって感じが、うん、そう、言ってます。紀ノ国屋とユニオンと、あと東急があって、東急が一番安いスーパーですからね。そうですよね。なんか地元の金持ち向けな感じです。うん、そう、もうちょっと駅から離れるとあるんだけど、うん、安いところも。でも、うん、やっぱりちょっと高めだって、うん、みんな言いますね。都内の人とかが。そうですね。都内はね、安いスーパーもあるから。そうですね。うん、それ結構衝撃でしたね。ランチとかも結構、うん、1200円ぐらいするかな。観光地価格だから本当に駅前はすごく高くて、まあ、地元の人しかね、知らないお店とか行けば安いんですけど、うん、なんかその辺りは観光地と融合してる街のちょっと難しさでもあったりはします。うんうん、うん、そうですね。なんかお店閉まるの早いですしね、飲食店とか夜全然やってないです。もう今の時間ほとんど行くところない。あ、そうなんだ。確かにチェーン店とかもなさそうですもんね。ほぼないです。居酒屋少ないから行くお店も決まっちゃう。あ、うん、これいいか悪いか分かんないんですけど、うん、小田原さんさっきのかまぼこ屋さんみたいにその伝統的なお店がフィーチャーされがちなんですけど、うん、駅前チェーン店めっちゃあるんですよ。そうなんだ。うん、居酒屋がね、あの一人で遅く帰ってきても困んないです。へ、それは僕も意外だったんですけどね。そうですよね、すごい。変な話、吉野家、松屋、すき家全部あるもんね。すごいすごい。日高屋もありますし、いいか悪いか分かんないですよ。人によると思うんですけど。素晴らしいこと。素晴らしいでしょ。確かに。あれですね、なんだっけ、丸亀製麺ありましたよね、松屋さん、確か。あれ違いましたっけ？あったあった、食べたね。一緒に駅の駅ビルのとこ、そう、ね、駅の中の、そうだよね、見ました。その出たとこの商店街みたい、商店街のとこにも結構いっぱいあるんで、すごい、そういうのないんですよね、鎌倉。なんか吉野家とかみたいに駅前のマックが、あ、すごいいっぱいある。こだわってない作り方なんですよ、街みたいな。もう、何でそういいみたいな。ちょっと、松本さんが怒っちゃいますよ。良ければいいみたいなところなんですけど、でもしっかりとした、こう、やっぱ歴史ある、まあ、お城とかもありますし、うん、そういう老舗もあるんで、本当は歴史があるから、もうしっかりとした街づくりさえすれば、うん、もっと観光客を誘致できるはずなんですけど、うん、それができない結果、こういう事態に陥ってるわけです。でももう両方楽しめるもんね。あんまりだから知られてないっていうことを言いたいだけです、彼は。いいものがあるんですよ、本当に。あるよ。チェーンとかじゃなければ、僕はその うなぎ屋さんとか、いいのあるんですね。そう、うなぎ屋さんとかも結構何店舗かいいとこあるしね。そう、あとはだるま料理店の天丼とか、まあね、ベタですけど、そう、有名店とかもありますし。いいものもたくさんあるんですよね。はい、両方。ちょっとねって。あ、今一個ご質問
というか、なんか違い、はい、小田原駅周辺に住むのは家賃が高くて数も少ないので、他の駅だと新幹線や小田急に乗りづらい印象です。あ、小田原駅じゃない駅ってことですかね、うんうん、小田原駅じゃない駅はどうですか。小田原駅じゃない駅の方がいいっすよ。小田原駅、はい、僕も隣駅です。あ、そうなんですか。なんでだよ。2人は同じ駅なのね。あ、そうだ、小田原駅。それ前提話してないじゃん。もう俺らが知ってるから言ってないけど、はい、うん、そうですね。とあの僕は小田原駅、小田原市なんですけど、小田原駅の1個隣の鴨宮駅っていう駅があるんですけど、うん、そこの駅で、そこの駅が主にこう、ショッピングモールとかがあって、はい、あの家もいっぱいあるんですよ。なので栄えてるのはそっちなんですよ。あ、そうなんですね。まあ、買い物とかはね。そうそうそう、買い物とかそっちの方が、ね、利便性高いですし、うん、あの本当にベッドダウン的な感じの作りなので、うんうん、小田原駅はどっちかというとそんなにあの家があんまりないというか。そうですね。それは、そこは、鎌倉にも近いかもしれないなと。ただ、一駅離れれば、全然ありますし、うん、小田急線線に行ってしまえば、もう全然ありますし。あ、映画館あるんだ。コロナが、うん、コロナ。映画館とボウリングとカラオケとですね。あ、全部楽しめます、ね。関係性深いとかじゃん。ちなみに、小田原駅は確かに値段はちょっと高いかもしれないです。けど、はい、結構新設ラッシュっていうんですかね、あの、うん、駅の周りにマンションが結構できてます、うん、作ってる、うん、今書き込んでもらってるんですけど、車がないと少し、うん、あの小田原駅以外だとちょっと大変かもしれない、うん、ああちょっと不便ね、車ない、車持ってないです、うん、そうなんだ、はい、質問です。はい、観光地、観光でいらっしゃる方も結構いると思うんですけど、車の渋滞はありませんか、小田原は。ないです。鎌倉やばいですよ。鎌倉やばいですよ。にはないです。鶴岡八幡宮のとかやばいですもんね。そう、なんか鎌倉はファミリー、そう。ファミリー感持ってても土日に出かけるのすごい大変なんですよ。そうですね。渋滞はしますけど、鎌倉とか他の地域に比べるとそんなに、うん、あれなんでなんだろうね。でもないかなと思いますね、うん、耐えられるくらいの、うん、道も多いんで結構抜け道がいくらでもある。道が多いってのもあるのか。確かに道結構鎌倉一本道、海沿いなんてもう抜けれないですからね。渋滞問題はね、鎌倉そう、うん。じゃあ小田原駅からちょっと外れるときは車持ってた方がいいかなっていう感じ、ええ、まあ車があった方がまあ困らないですね、買い物するにしても、うん、結局やっぱ僕も最初持ってなかったんですけど、こっち来た時。あ、そうなんだ。やっぱり買い込めないんで。食料とかにしても、うんうん、バスで行くとか徒歩で行くっていうとちょっと、はい、荷物が多くなっちゃうと、うん、大変なので。そうですね。何でもいいから車が必要です。なんかそういうデメリットっていうか、ここはちょっとなっていうとこありますか？なんかデメリット、デメリットね、デメリットしかないな。いや、ちょいちょいメリット言ってるじゃん。いいとか言ってます。でも確かに、あの小田原駅以外だと車必要だなと思ったんで、うんうん、どっち選ぶかですよね、うん、ちょっと高くてもいいから小田原駅、はい、その分僕は車持ってないんで、その分家賃が乗っかってもいいかなっていう思考を持ってるんですけども、うんうん、まあ、これはもう東京の時からそんな感じなんですけど、はい、うん、そこをどう捉えるかかな、うん、まあ、子供がね、うん、2人目とか増えてくるとまた違う、なんだろう、あ、そういう視点で必要だなと思うことも考えられるんですけれども、そこの利便性とその家賃のところのトレードオフで、うん、っていうところだけで言うと、はい、そうそう、誰だって別にお車いらないというか、スーパーもまあ、コンビニ、セブンイレブンとかファミリーマートとか結構普通に近くにあるんで、うん、はい、なんで安く、もうちょっと安くで隣とかに住むんだったら車っていう、まあどっちかだよね、うん、どっちかないよね、多分ね、うん、まあ、ネットスーパーも今発展してるので、うん、そこまで車が絶対必要ではなくって、いうのはあるかなと思いますけどね。あ、でもネットスーパーで今僕唯一
住んで、うん、あの不便というか多いって思ったのが、はい、あのアマゾンの倉庫あるのに、はい、アマゾンプライなんだっけプライム、アマゾンプライム対象地域外、はい、そうなんだ、それはちょっと困るかも。横浜の時に、はい、あれってもう頼んだら数時間後とかに、そうですよね、よく日用品とかで奥さんとかも使ってたんですけど、うん、あれ小田原地域外やんみたいなね、あれでも倉庫あんじゃなかったっけみたいな、あれじゃないじゃないんだなみたいな、機械のにいろいろあるから、うん、そうなんですよ、ね、それぐらいですかね。アマゾンじゃない違う確実に、いや別に本当そうだけどな。どうですか、なんか他あります、鍵和田さん。いや、あとなんかちょっとダサい感じがするぐらいですね。あ、そうなんですか。役所の方がいる前であんまり言えないんですけど、ね、やっぱり小さい頃から小田原ずっとダサいって思って、やっぱ鎌倉みたいになんかこの街をみんなでおしゃれにしようみたいな。一緒に作っていこうよ、それは。そうなんです、だから後藤さんが言うようにこっちに戻ってきたからにはもうこの世代がちょっと小田原良くしていかないと、うん、みんなでその街づくりみたいなのを、うん、やらないとちょっとやっぱダサい印象はあるなーって今だに、うん、それをちゃんとね受け止めて客観的に見た上で変えていくっていう、うん、まあ、最後こういう熱い会話にいつもなっちゃうんですけど、うん、ポテンシャルしかないなっていうのはその人を3人で話してるんですけど、慣れてないだけなんだよね、あとイメージ、そうなの、イメージ悪いだけなんだ、悪いというかなんというか悪いだけなんだ。僕は別にあのボロそう言ってますけど、ね、どういうことばっか言ってますけど、あの小田原のためにとか小田原良くしようと思って日々活動してるんですよ、うん、そうですよね、イベントとかやられてらっしゃるんですよね、本当に小田原のために、湘南への憧れって書いてあるやってるんですよ。湘南じゃないもんね、もうね、湘南じゃない、そのなんかそういう憧れみたいなのはまあもうないけど、湘南のはかっこいいわあ、でも結構あれですよ、真面目な話、その、はい、移住してきて、まあ、僕らなんかはその東京に出てますけど、うん、移住してきてその創業っていうんですかね、そのお店を始めてらっしゃる方ですとか、うんうん、はい、起業されて、なんだろう、おしゃれなカフェやられたりとか、まあ、そういう方々がすごくこの数年なのかな、わかんないですけど、ね、増えてる、実際増えてるみたいな、うんうん、でそこはだいぶこうムードというか、うん、流れは変わってきてる、僕もまだ1年でこんなこと言うのもおこがましいんですけど、うん、変わってきてるんじゃないかなというふうには、うん、あの思いますし、実際先輩方に聞いても、うん、あのそういう形聞きますね、うん、はい、そうですよね、うん、なんか今あのまた人気が出てるというか、結構移住者の人増えてるなっていう印象ですね、うんうん、あ、僕そのファクトで、あのデータで言うと、この間ニュースで、はい、あのスーモの、うん、その調査で住みたい街ランキングで、うん、あの裏のトップ10に入りましたみたいな、はい、鎌倉抜いてみたいな、うん、みたいな話があったんで、はい、小田原調べたんですよ、はい、そしたら、うん、前年県外だったのが、うん、あと105位やりました、新橋と一緒上がってる、でもこれ流れ来てますね、9000駅あるんですよ、9000駅ある中の105位ですよ、あーすごい、あー素晴らしい、いやこれも思い出してよかった、そう、これは上がってここからですね、またどんどん上がってきそうですね、なんでだいぶ流れ変わってきてます、うん、であとその前提考えた時にやっぱりその東京に住むのしんどいなみたいな思ってる人が増えてるのかなっていう多分裏付けだと思っていて、うんうんうん、何の専門家か分かんないけど、浦和とか大宮とか鎌倉とかに住みたいってもそうじゃないですか、うん、だからその流れの中で小田原がその、まあ、まさに自分ですけど、その選択肢のうちの一つとして入ってきてるっていう流れで確実に来てるんですよね、うんうんうん、それは思います、思った、うんうん、なんか会社側も毎日来なくてもいい会社増えてるじゃないですか、あ、そうですね、そうそうそう、そういった時に週3リモートワーク、リモートワークで週2だけ出勤しても、あの成り立つ距離感で、はい、何かあった時にどうしても会議が夕方入って来いよって言われた時に行ける距離感、うん、そうですね、っていうところではすごくいいですよね、うん、このあたりはね、うん、そうですね、そうです、なのでこの間もその移住者の
なんか会合みたいなあったのね、資産に呼ばれ、その時に、あの今日いらっしゃらないですけど、その、はい、ご夫婦で、あの移住されてきたっていう方がいて、その方にお話伺った時も、その会社がその新幹線通勤 OK みたいな、そのどこで働いてもいいよっていうふうに言われたから考え始めて小田原にしたって言ってらっしゃる方がいたので、まさに今あの松原さんおっしゃってた通りで、そのまあ会社もいろんな働き方をこう推奨していく中で結構ハマってきてるのかなっていう。そうですね、新幹線通勤 OK って、新幹線代も出るっていう感じですか？その方はそうだったですね、はい、でも会社としても別に全然いいですよね、それ出しても、うん、ちゃんと働くに来るならっていうか、うん、こう二宮金次郎のなんか桜？桜どうですかって。桜もまあまあすね、最高ですね、小田原。小田原でお花見ってどこ行くんですか？やっぱ小田原城なんですか？小田原城です、うんうんうん、しかもライトアップがね、ライトアップかぶった。ライトアップかぶった。すごい良くて、これから夜がいいんですか？そうだよね、でそれ飲みながらね、もうそう飲みながら最高っすも、うん、毎年地元で集まりますね、やっぱみんな小田原城に夜。そうなんだ、はい、夜ちょっと行ったことないですね。いいっすよ、もうライトアップされてますから。16日から。ああ、もうそうそう、あ、じゃあもうすぐですね。あ、うん、あ、いい、鎌倉は何ですか？お、夜桜。あ、本当だ、イベント。鎌倉しろ。鎌倉はね、あの、うん、駅からちょっとさ離れたところに、バスで行くところにすごい綺麗なところがありますね。で、鶴岡八幡宮に向けて、うん、あるか、若宮王子、そこすごく桜が綺麗なところだったんだけど、数年前に改修が入っちゃって、はい、少しね、少しあの、新しい苗になっちゃったんですよね。ちょっとね、寂しい。だから駅から少し離れないといけなくて、で今年はもう河津桜がもう咲き始めてます。あ、だいぶ、うん、だいぶもう満開ですね。昨日今日。うんうん。もう一個、うん、質問来てますね。新幹線代、定期代いくらぐらいですか？めっちゃ高いですよ、もう。なんでお前が言うんだよ。7万ぐらいです。7万。月7万。7万ちょい、うん、7万ちょい、品川までだったら7万切るぐらいかな。はい、なので、まあ、会社さんによると思うんですけど、ただ電車賃って多分数万円まではどこの会社も出ると思うので、うんうん、出ますね。まあ、したら半分ぐらい自腹だとしても、うん、家賃差し引いたらトントンよりもっと安くなるんじゃないかな、うんうん、確かに家賃と考えたらそうですよね、多分、うん、そうそうそう、全然出費で言ったら、そう、お財布の中でどういうやりくりするかっていう考えた時に、うんうん、定期代だけ見ると高いんですけど、うんうんうん、高いですね、そうですね、さっきの家賃比較のところに定期代をオンしたときにどう感じるか、オンしても同じぐらいですね、うん、それ品川とか東京駅に勤めてる人とかは本当にいいですよね。最高ですよね。で、ドアトゥードア1時間で着くし、いや全然行けちゃいますよ ね、うん、そうですね、しかも庭付き大きいお家とかってなったらいいですよね。いいっすね。海まで30秒。プライベートビーチ。プライベートビーチ。うらやましいですね。小田原市は僕住む前になんか2年ぐらい、今質問に答えてるんですけど、はいはい、あの2年ぐらいでしたっけ、小田原坊さん。なんかあの支援というか移住者支援で定期で出てた時あったんですよね。前は、以前はやってたんですけど、そう、今やってない。そうね、やってた。すごい。なんか2年ぐらいやってた気がする、試験的に。10年前ぐらいらしいです、やってたのは。結構もう。まあやってくれたら嬉しいけど、でもその、まあお金をまあ言うたら税収なんで、より本質的なところに使った方が僕はいいと思ってるんで、全然何も気にしてません。めっちゃ気にしてるやつ。あ、新幹線は座れますか？座れますか？あ、時間帯によるのかもしれないですけれども、ですね、うん、僕は座れるんですね。だからも、指定
が混むのかな。早いとね、座れない。だけど1本遅らして、早い時間は逆に10分遅くぐらいに来るんで、うん、1本遅らして並んでいれば全然座れる。うんうんうん、そっか、10分おきに来るんですね。来ます。あ、すごい。朝は。多分間違ってたらすいません。朝はね。で帰りはちょっと30分おきとかな、こだまなんで、はい、なっちゃうんですけど、まあでもそんなにそこでストレス感じたことはないです。なんか、あ、これは移住者に対しての助成制度って何かありますか？これ勝本さん、もしなんか、あれば、残念ながらですね、直接的な補助金とかはないんですよ。うんうん、でも結構イベントとか、なんかもうちょっとテンション上げてみよう。そんなに別に悪いことしない。楽しかったです、ちょっと。なんかでも結構あの移住者の方向けのイベントだったりとか、あとツアーとか、あのやられてらっしゃるかなと思って、あのチャットに貼ってる小田原ラボさんのページにいろいろイベントが載ったりとか、スマートでも今朝の朝ごはんイベントとかやってるんで、どんなところかなっていうのを知ってもらうには多分すごいいろんな機会がありるかなと思いますね。あの来てくださった方にオーダーメイドであの、うん、市内をご案内するツアーみたいなのやってまして、うんうん、なんで見たいところとか、例えば子育て支援施設見たいよっていう人には、はい、オーダーメイド型で案内をしてます。なんか希望に沿ってじゃあ組んでくれるんですね。そうですね、あと不動産会社さんとかも紹介したりとか、はい、頑張ってるな。皆さんのご希望に沿ってやってます。そうですね、日もやってるもんね。すごいですよね、痛めにくくせんですね。あれ山口さんに、あ、すごいですよ、すごいなと思って。土日もその職員の方が頑張って車乗ってご案内してるみたいで、バックアップはあの市の方はちゃんとされてるんで、そうですね、移住にちょっと不安な方とかもちゃんとそのお金的な支援はできないですけど、うん、そういうサポートにしてくれたりとか、そういう、そうですよね、いろいろと親身になってくれるので、うん、まあ、こういう集まりやってくれたりね、そうそうそう、でも影和田さんとはそれであの出会ったんで、あ、そうなんですね。そう、あと移住する前だけどゼッキーもそうだよね。そう、移住する前に出会ったんですけど、市さんのイベントです。僕は悪く言っちゃったんで、あの市のヤフーさんの本社かなんかでやってたんですけど、市小田原市とターンズのコラボイベントでしたっけ、はいはい、で東京の人向けのまさにあの、あ、僕が超ターゲットだったんですけど、うん、その、はい、移住セミナーみたいなの行ってたまたま隣に座ったんですよ、こんな感じで、はいはい、で、あの、いや俺小田原変えたいから初対面でいきなり言われてすごい熱い人みたい。それで仲良くなりましたし、その後のあとは引っ越してきてからのイベントで影和田さんともお会いできたんで、だからもう市の方のそのお金以外のところですごく、うん、やっていただいてる。じゃあ結構地元にすぐ馴染めるっていうか、そういう機会はたくさんありそうな感じですね。ありますね。もうあります、もういくらでも作ります僕は。心強い。お城とかもね、毎週イベントやってるし。あ、本当ですか。イベントごとでもお祭り好きなイメージ。もう本当に、うん、いや、あるんですよ、うん、あるよね。たくさんある。大丈夫。どういうこと言うところと、ところいっぱいあるんですよ、あのピンキリですけど、まあ、あとは自分次第なとこありますけど、うん、結構そのこうやって仲良くしようと思っていろんな人にこう、なんだろう、話しかけていったり、うん、まあ、連絡したりして、うん、もう結構受け入れてくれますね、そこは。うん、僕がゴリゴリ言ってるのもあるかもしれないですけど、まあでもそんな人でも受け入れていただけるっていう、そう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 、受け入れてもらえるし、はい、全然そういう体制は作れるというか、はい、うん、あ、いいですね。移住者同士の出会いもサポートして、あ、いけた、あ、これは驚くか、うん、子どもの教育については都市部とのメリット、デメリットありますか、うん、確かにこれどっちもありそうですね、どうですか。どうなんだろう、あるのかな。まだうちもちっちゃいんで何とも言えないですけど、うん、東京の人でその小田原の移住に興味がある人結構相談を受けるんですけど、はい、まあ、学校とかその教、うん、そういう教育こっちの
あのいい学校とかなんとかっていうのはやっぱ東京の方私立とかね、あると思うんで、そこを心配される方いると思うんですけど、僕がまあ群馬出身だからっていうのもあるかもしれないけど、まあ進学校もね、小田原高校がありますし、まあ、あの神奈川なんで全然通えるじゃないですか。まあそうですね、横浜でも東京でもね、変な話通えるんで、そこはなんかあんまり心配してないですね、はい、塾とかもいっぱいあるし、保育のメリットがないのかなっていう、それよりかはその環境、その住環境的なその付加価値というか、そこは高いので、そうですね、育てやすい環境なのかなっていうのはありますね。なんかちょっとメリットを一ついいですか。はい、結構皆さんおっしゃっていただけるのが、東京と比べて幼稚園とかの園庭が広いっておっしゃっていただけ、広そう。そうですね、なんか伸び伸び育てそうですよね。海が近かったりとか、土地が広かったりとか、なんかすごいいい子に、いい子に育てそうな感じがします。すいません、本当にいいですから、だからね、そんなイメージがありますけど。あ、そうだ、そう、あ、そう、僕このキーワード言うつもりだったら今日、あの、いいとこ取り、いいとこ取りじゃないや、なんだ、はい、あ、欲張りの人の願いを叶えられる場所。そうですね、どっちも行けるし、まあ、小田原自体も別に そこまで田舎じゃないですから、で、まあ、その、本当に大自然というか、自然、山も、海も、さっきの空も、ですし、両方こう手に入る場所っていうのは、はい、これ多分僕が一番最初に移住する前に出た、そのさっき言ってたセミナーで言ってた、はい、多分キーワードで、それ結構刺さってて、実際そうだなと思いますね。そうですよね、鎌倉もそうですよね。なんかどっちも楽しめるっていうか、なんか田舎すぎないけど自然もあって、なんか東海のなんかおしゃれ感だったりとか、都内へのアクセスもいいっていう、いいとこ取りはありますね。そうですね、そこが一番美味しいとこですよね、この辺り、そうだと思います。なんか今日来てる方がどれぐらいの年齢層かちょっとわからないんですけど、あのデートスポットとかって あるんですか。それは影山さん。あのすごいやりがちなんですけど、やっぱり夜夜景見に行くっていうのも、あ、小田原の人はやりがちな。小田原の、車でですか。車でやっぱあの山がすぐあるんで、山登って、はい、海も行けますけど、はい、やっぱドライブが多くなりますね、どうしても。あ、でも素敵ですね。小田原で育った方は多分ほぼみんな18歳で免許取るみたいな。やっぱり。鎌倉あるのかな、デートスポット。え、鎌倉は結構多くないですか。カフェとかたくさんあるし。あ、まあそういうね、あ、カフェとかだったら。でも東京にはあるから、食べ歩き的な。江ノ島まで行くのかな。お寺巡り。お寺周り、お寺周り。でも最近はお寺の中にもなんかすごい可愛いカフェがあったりとかしてるんで、ある。あとハイキングとかね、楽しめそう、海とかだね。まあ観光みたいになっちゃいますけどね。じゃあ皆さんはデート行くときはドライブで、小田原。昔本当に何もなかったんですけど、今、結構おしゃれなカフェ増えてきてるんで、今小田原に住み始めたらいろいろ行くとこ増えたんじゃないかなっていうのは戻ってきてみました、はい。あ、一個質問いいですか。ゲストハウス小田原ありますか。ありますよ。結構ゲストハウス泊まると地元の方というか地域の方とつながれたりするから、あと海外の方も多いですよね。バックパッカーの方とか、そうですね。それこそ移住してきて起業された方で、はい、あのゲストハウスやられてる方もいますし、はい、僕友達も地元の友達2人ぐらいやってます、ゲストハウス。そうなんですね。鎌倉はありますか。あんまり。結構増えてますね、最近。なんかゲストハウスみたいにそういう地元の人とつながるのは、こういうとこ行った方がいいよとかっていうとこあります。僕のイベントですかね。
急に宣伝開始。急に宣伝。めっちゃ宣伝して。言おうとしてたでしょ。マーク落ち着きなくなってるからさ。狙ってましたね。いや、実際そういうのがいいじゃん。あ、なんか勝間さんが出してくださって、うん、ってる。これ何ですか、うん、あのゲストハウスをオープンしたい。あ、そうそう、梅宮さん。梅宮さんって方です。なんてゲストハウスですか？元ユニクロに勤めてらっしゃった方。あ、そうです、そうです。海外経験も豊富で、外国人観光客向けにいろいろとビジネスに分けてる、はい、サイクリングツアーとか、俺が説明してるのよくわかんないですけど、合ってるんですよ、あの面識あるんで、はいはい。そういう方もいるので、もっとね、知ってもらえるといいんだけどね、イケてるそういう起業家みたいなの結構いるんで。確かに。あの僕らみたいなサラリーマンだけじゃなくて、そうなんですよ。で、そことの交流とかも、うん、あの求めれば、うん、はい、あるので、うん。Facebook とかでもつながっちゃえばね。そうですね。もういくらでももう。うん、そうそう。あ、Wi-Fi があって仕事できるスペースありますか？コワーキングスペースみたいな。コワーキングありますね。Q3さんの。ですね、コワーキングもあるし、コワーキング仕事しつつ不動産なの、不動産もやってるので、そこはあの、物件も探しつつっていう横で、っていうところもあるし、さっきのだからチェーン店の話で言うと、普通にあれタリーズとかさ、あの Wi-Fi 通ってんじゃん、あるし、最近多いですね、割と昔より全然できるでしょ、どこでも、うん、かなって感じですね。まあ旧三福のコワーキング一番いいんじゃない？うん、あと、ポーズにも新しいのが一見できます。あ、そうなんだ。はい、あそこっすね。そうですね。旧三福さんとか、あと、あの先ほどありましたけど、小田原ならこの人に会うと、地域の人とつながれるよっていう記事をスマート上にも出していて、あの漁さん王子さんとか、何名か取材させていただいて載ってるんで、ちょっと地域の話聞きたいよみたいなことがもしあれば見ていただいて、あの突然訪れてもお店なんで多分皆さんお会いできるかな。いない時もありますからね。いいかなと思いますね。なんかで、あんまりじゃああれですかね、お店でつながるっていうよりは、そういった市の、まあ、支援とかもありながらどんどんつながっていったっていう感じ。いろんな方がいて、いろんな個人の方がいろいろとこう地域を盛り上げようとする活動が多いので、うでね、うん、あんまり市でこう主催するってことは最近多くなってきましたけど、うんうん、移住してきていろいろ企画したりとか、もともと地域、うん、地元の人があの週末になんか盛り上げてあげようみたいな感じのイベントが多いので、うんうん、で毎週いろんなところでイベントがあるんですよ、へ、でそういうところに行くといろんな知り合いが、まあ、積極的にやっぱり行かなきゃいけないんですけど、うん、増えるっていうのはあるので、僕もこっち移住してきてから Facebook 上で言えば本当に1000人近く友達増えてるんです。すごい、だいたいその聞いたら、うん、友達は友達みたいな感じですぐつながるよね。なんか3年もいたらみんな友達だよみたいな、みたいな感じになったりするので、あの、うん、本当歩けないですよ街。わかる、なんかやたら目撃されるよね。やたら目撃されたりするんで、お互いだけど。してる。普通にその SNS も見てるっていうのもあるし。はい。すれ違って分かりやすい。分かりやすい。あとなんだろう、いろんな盛り上げ方だとなんだろう。あとあれだ、スポーツ、うん、湘南ベルマーレのフットサルの本拠地が結構いろいろ盛り上がりポイントがある。うん、あるよね。スポーツでね、この間もラグビーのオーストラリア代表のだったりとか、いろいろ頑張って。そうですね、つながりようはあるのかなっていうか、うん、他の地域に比べるとつながりやすいと思います、うん、まあ飲食店の人もそれこそフランクですし、はい、もう行きつけいくつか作っちゃえば、うん、そのオーナーの方といろいろねお話伺ったりとかもしやすいですし、はい、まあなんか自分のそのどの領域というか、うん、どこでつながりたいかみたいなので結構自由に能動的に動けば選べるんじゃないかなっていう気はしてますけど、はい、そうですよね、なんかお店で結構ワークショップやってる方とかもいらっしゃいますよね。そうですね、
僕もよく企画したりしますけど。また宣伝。また宣伝したっけ。いや、僕はもう仕上げない。ちなみに、横関さんのイベントはどこで見たら見れるんですか？あ、僕はですね、4月29日にですね、小田原のコロナワールドの、はい、あの駐車場があるんですけど、はい、さっきの映画館があるって言ってた場所。映画館とパチンコはいいとして、ボーイングとカラオケとったり、複合アミューズメント施設が。はい、うん、あのその敷地内で、うん、4月29日にイベントをやります。お、まあ、内容としては、はい、キッチンカーっていうフードの車とか、はい、あの DJ とか入れたりとか、そのワークショップやる方とか、はい、クラフトの方を、まあ、今現在エントリー募集中なんですけど、はい、今47ブースぐらい集まってるので。おお、すごい、すごい大規模ですね。だけでも多分22ぐらい。あ、楽しそう。今年1回目で、去年4回ぐらいやってるんですよ、この小田原とか、この周辺の地域で。うん、はい、すごい。で、僕一人でやってるので。すごいですね。僕の趣味なんです、これ。そっちも人材募集しといた方がいいんだよ。そっちも、そっちも募集したいけどね。それは僕の、その地域を盛り上げようという思いだけでやってるんですよ。はい、それスマートで宣伝してください。そうですね、ぜひ、うん、イベント告知。よかったじゃん。もうぜひ。もうスタッフも募集、ボランティアスタッフとかも募集してください。あ、欲しいっすね。あ、ちょうど来ました。ボランティア募集してませんか。OK、佐藤さん。おかしいから。これじゃあ、スマート上で募集して。呼んだよ。いや、募集しましょう。でも楽しかったよ、去年行ったけどね。うん、ああ、楽しいです、楽しいです。あの、他のイベント楽しいっす。子供も行けるしさ。僕も行きました、楽しかったね。子供が楽しめるっていうのを目標。うん、としていつもやってるので、いろいろと、そう、ね、そこでつながることもできると思いますし、うん、野外映画館とかもありますし、野外映画とかもやったりします。すごい楽しそう。そう、だからあれだよね、その城とかでもやってる感じのやつもあれば、そういうこう、またね、違う、まあちょっとね、趣きで、おかしいやつがやるやつもありますし、もあるんで、そうそうそう。僕は一人で やりたいで多いわ。でやった方があの、はい、いいんです。この発想があるの、自分の中の。うんうん、それを形にしてるだけなので、本当に移住してきてすぐからイベントを始めてるんですよ。ああ、そういうのができる地域っていいですね。やってどんどんつながっていける。あの、やってその自分が動けば動くほど、うん、形になるっていうか。うんうん、そういう意味ではこう可能性がある街なのかなっていうふうには思ってますよね。うんうん、確かに、うん。そうだよね。頭話にしたって言うの。やれないでしょ。否定されないでしょ。否定されない。いいですね、いい街。うん、あ、音楽や演技。あ、鍵和田さん音楽やられてるじゃないですか。違う。そうですね。ちょっと多いのかどうかは分からないですけど、はい、僕、仕事しながら傍ら音楽はずっと続けていて、そういう仲間はやっぱり地元にすごい多いですね。まあ、うん、集まりやすかったり、練習しやすい環境があったりとか、うん、まあ、学校でもやっぱりその、運動場もそうですけど、そういう室内向けの環境も結構揃ってたりはするので、なんかそういう文化系のことをやるのもやりやすい街なんじゃないかなと思いますね。おー、いいですね。あと、小田原市のその大きい施設とかも結構、市民会館とかもあったりとか、はい、やっぱちっちゃい頃からよくそこで何か見たりとかはありました。うん、うん、ちょうどあと7分ぐらいなので、もしご質問あれば皆さんチャットにこういう形でいただければ何でも今日お答えします。何でも。どうですかね、何かありますか、松葉さん、なんかありますか？皆さんにちょっと小田原、うちの社員でも小田原ちょっと気になってますっていう社員結構いて、実は、うん、いましたよね。なんかやっぱり子育て環境とか気になるから、あの、私が鎌倉に住んでて困ってるというか、うん、もうちょっとこうだったらいいのになって思ってるとか小田原にあるのか聞きたくて、うん、子供、海とか山あるじゃないですか。うん、でも都内から越してこられる方によく聞かれるのは、公園ありますかって聞かれるんです。公園ありますか。それちょうど僕が先週勝松さんに訴えたことですね。公園はあるんだけどね、あれがないよね。滑り台が欲しいって、そういう公園じゃないんだ。確かに、うん、まあ、あんま隠してもしょうがない、少ないっすね。
あるところはあるんですけど、集中してる。お父さんがそう住んでる地区って小田原城址公園があるんで、公園が結構少ないんですよ。普段使いの公園がなくて、そうなんです。遊具がちょっと少ない。ただあのワンパクランドっていう、すごい大きい、あのもうでっかい滑り台とか、もう子供大喜びの場所は、車で10分ぐらいのところにあるんですけど、なんか歩いてすぐ行ける公園みたいなのは、まあ他の地域にあるのかもしれないですけど、僕お城の周りはあんまりないので、まあいろいろね決まりがあるのかもしれないですけど、ただどうなんですか、鴨宮とか。それこそ鴨宮もいくらでもありますね、歩いてる、ある、集中したくにあるし。鴨宮に集中しちゃってるみたいですほら、まあいろいろ集中してるショッピングモールもあるし、あのね、住むとこも、あと小田急線沿いだとめっちゃテニスガールとか、あのスポーツ施設あるので、あの子供の教室とかも結構やってたりとか、習い事とかそういうのは充実してます。トイザラスもあるもんね。そう、私がこの前聞かれたもう一個の質問で、あの英語習わせるとかありますかって私聞かれたんです、この前。え、英語の学童みたいなのありますよ、確か。あるんだ。山形とかはありますし、ね、あ、山形とかはあります、ね、都内からね、あの子連れで移住されてくる方はそのあたり気にするんだなっていう、まあ、やっぱ教育、教育ね、はい、確かに。鎌倉は公園あんまりないですよね。ないです。うちの子供たちはあの寺で遊んでそうですよね。私は今日は寺なんとか神社、アンパクランド神社で遊ぶのありましたね。結構気に入ってるって。あ、山口さんだ。買ってたんじゃない。あと子育てのことなんですけど、公民館でサークル活動があって、それってあんまり他市にないみたいなんですけど、全地区の公民館に子育て広場っていうのが開設されてて、支援員さんがそこにいるので、自由に遊ばせられるような環境で、子育ての不安とかも相談できるような場合になってるんですけど、月に1度とか1、2回が通常みたいなんですけど、25地区、25地区全部になります。素晴らしい。それは子育て環境として、すごいですね。なんか鎌倉そういう支援あるんですかね、支援っていうかな。聞いちゃう、聞いちゃう。気になる。鎌倉はですね、さっきほど移住支援、鎌倉どうですかっていうのも流れてて、聞かれたらどうしようかなって思って。子育て支援は、そんなに、3歳以下のお母さんたちが行ける場所があんまりないですから。はい、そうなんだ。公園は、海の近くに1個大きい公園があるんだけれども、そこしかないし、あと、福祉センターというところに子供を遊ばせる場所をちょっとだけあるんですけども、そんなに広くなくて、で、まあ、なかなか皆さんいろいろ工夫しながら、海行ったり山行ったりしながら遊ばせてます。まあなんかもう、そういうところが公園みたいな感じですよね、海とか山とかが。そう、いいようによってはね、自然と戯れるのが。自然と戯れる。自然と歴史と戯れてますみたいな。ああ、でも小田原駅もそうかもしれない。それで周辺もね、じゃあそこら辺似てるのかもしれないですね。あと子供が気づいたら3歳4歳の子供が参拝のルールを知ってるっていう。保育園とか幼稚園でおそらくお参拝やってる。だから小田原もさっきちらっとで二宮近所で話してたんですけど、宝徳神社ってのもあって、あと松原神社ってのもあるんですけど、結構神社もあって、それも結構似てるかもしれないですね。鎌倉ほど多くないかもしれないですけど、はい。そうですね、ちょっとそろそろ時間が来そうなので最後1個だけ質問来てるもので、古い町並みのエリアが元気がないイメージなのですが今はどうでしょうかっていうお話来てますね。どうですか。そんな古い町並みここからはそんなことない気がしますけど、うん、古い町並みのエリアどうですかね。
なんか古い町並みだけど活気があるって感じですかね、どっちかっていうと。こだわら？どっちも？なんか古い建物の利活用とか、はい、今結構力を入れてるのと、かまぼこ道具とか、ね、はい、いろいろ今民間で取り組んで頑張ってますね。うん、それこそさっきの旧三福さんとかが、はいはい、リノベのおしゃれなお店とか、あ、そうですよね、結構なんか僕はすごくしていて、僕もそれ結構好きで、うん、はいはい、いいなと思ってるんです。リノベは多いそうですよね、なんか移住してきて起業する方でリノベ物件使ってたりとかっていうのも多いんで、はい、なのでだんだんそうやって盛り上がっていくような、うん、動きにはなってるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、そうですね、ありがとうございます。ちょっとじゃあいろいろお話まだ伺いたいんですけど、お時間が来てしまったのでこの辺でそろそろ終わりなんですが、一応今のお話聞いていただいて、小田原のこともうちょっと知りたいなとか、実際鎌倉小田原行ってみたいなっていう方いらっしゃれば、チャットに貼ってます小田原ボにイベント結構載ってますし、ご紹介させていただいたスマウトの方に鎌倉も小田原もいろんなプロジェクト載ってるので、一日で行けるものとかがっつりツアーで行けるものとかありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ではちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。今日ゲストの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。小田原市のお二人もありがとうございます。見ていただいた方もありがとうございました。失礼します。